空に太陽がある限りで、70年代に一世を風靡した元アイドル歌手の錦野明さん。しかしその半生は波乱万丈でした。二度の結婚をしているのは何かあったのでしょうか。気になったので調べてみることに。旧芸名は錦野明、本名は錦野明。1948年12月14日生まれの現在73歳。身長177センチ、血液型 A 型で大分県のご出身。最終学歴、大分県立芸術緑ヶ丘高等学校卒業。両親と弟や妹の5人家族。1970年のデビュー時のキャッチフレーズは、ソニー演歌の騎士。錦野さんといえば、今でも思い出すのが、芸能人大運動会。体操で鍛えた抜群の身体能力の高さで、同期の野村正樹さんとトップ争いをして、世の若い女性のハートを、わしづかみにしていた錦野さん。1970年にアイドル歌手としてデビューすると、デビュー曲のもう恋なのかで注目を集め、日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞すると、NHK 紅白歌合戦にも初出場。翌年には、空に太陽がある限りが大ヒットして、一躍スターダムを駆け上がります。その一方で、プライベートでは、トラブルが多かったのも事実。人気絶頂の最中の1972年、あることを公表して世間を驚かせます。生まれも育ちも日本の錦野さん。父は日本人でしたが、母が韓国籍だったため、1962年に帰化したことを明かすという、当時としては衝撃的な行動をとって、世間をあっと言わせることに。それでも変わらずにアイドルとして、活躍は続いた錦野さんですが、ある時を境に、雪崩のように悲劇が襲います。1976年に連続出場していた紅白歌合戦に落選して、人気に陰りが見え始めた頃、翌年、グラビア女優のひろみまやさんから、大麻を譲り受けた疑いによって逮捕され、芸能界を追放されかねない事件を起こします。実際は、その女優に責任をなすりつけられて、共犯者にされたことが判明しますが、ガサ入れの際に撮影の都合で手に入れた精巧なモデルガンが見つかったせいで、今度は銃刀法違反までついてしまって、後に不起訴処分とはなったものの、踏んだり蹴ったりの錦野さんを、さらに悲劇が襲うことに、信用していたマネージャーが失踪して、錦野名義での1億の借金が発覚。結局返済できずに破産することになった錦野さん。すべてが濡れ衣だったとはいえ、仕事が激減して意気消沈する錦野さんに、突如、女神が微笑みます。その女神とは、女優の竹原栄子さん。大阪の劇団、新世界に入団した後、1967年の NHK ドラマ素顔の青春で女優デビューを果たした竹原さん。その後は丸顔でチャーミングな瞳が特徴的な清楚系女優として人気急上昇した竹原さんは、1970年のナショナルゴールデン劇場の北条政子などの時代劇で活躍しながら、麻薬売春 G メンや火曜日の女、大根の花などの現代ドラマに出演し、ドラマ俺は男だの藤宮先生や泣くな青春の有村先生などの高校教師役は当時の男子中高生の憧れの的となっていましたし、伝説の刑事ドラマ太陽に吠えろではゴリさんの恋人の道を役として今でも根強い人気を誇っています。また2時のワイドショーで司会もされたり、 CM では大正製薬のパブロンガールの2代目として出演するなど、マルチな芸能活動を続けていた竹原さん。出会った頃の2人の世間のイメージは真逆だったのではないでしょうか。そんな2人の馴れ初めはというと、北海道のゴルフコンペで
ゲストとして呼ばれていた二人。錦野さんの荷物は大きすぎて、楽屋に置ききれなかったため、別の楽屋に置かせてもらおうと、ロックした部屋に竹原英子さんがいたそうです。実は、大の竹原さんのファンだった錦野さん。運命的な出会いから交際が始まり、1980年に二人は結婚。1982年と1984年に二人の娘さんを出産後、竹原さんは育児に専念するために、芸能活動を一旦休止しますが、1988年に芸能活動を再開したほか、驚くことに実業界にも進出し、ある化粧品販売会社の営業本部長として、キャリアウーマンでもあった竹原さんですが、1996年12月18日、竹原さんは急逝されます。癌だったそうです。前年に発見された乳がんはステージ2で、全摘すればという状況でしたが、女優であるということからも、温存して漢方の療法を選んだ竹原さん。すぐに全身に転移してしまい、愛する夫と娘さん2人を残して、50歳という若さでこの世を去ることに。まだ早すぎるお別れでしたが、錦野さんに宛てた最後の手紙には、私は世界一幸せな女です。と、感謝の言葉が記されていたそうです。錦野さんの目から大粒の涙が溢れたのは、言うまでもありません。二人の子供のためにも、その後の芸能活動に励んだ錦野さんですが、人気に陰りも見え始めた上に、もともと人を疑うことをしない性格から、数々の詐欺にあって金銭トラブルに苦しみ、どん底で這いつくばっている時に、救ってくれた人間がいたのだとか、その人物とは、お笑いコンビのとんねるずでした。番組ではケーキを爆破されたり、落とし穴にはめられたりと、ドッキリ企画でたびたび見せる、3枚目の姿が評判となって、スター錦野として再ブレイク。それがきっかけとなって、その他の番組でも声がかかるようになって、窮地を脱することができた錦野さん。二人のことを今でも感謝しているそうです。そんな錦野さんは2000年に再婚します。お相手は4歳年下の力丸ひろ子さん。元 CA からファッションアドバイザーに転身して、テレビ番組にも出演していた方のようです。しかも、数々の金銭トラブルで苦しむ錦野さんを、個人事務所の専務として、公私ともにサポートしていたようです。ご両親は教師をされていたそうで、頭も良く、数字にも強い女性だとか。そんな力丸さんには、特殊な能力があって、なんと、宝くじの当選率がやばいと評判で、ほぼ毎週ナンバーズを当選させていて、当選金額は、総額で1億円を超えるそうです。月刊誌に連載を持っていたほどだとか、2019年に、徹子の部屋に夫婦で出演した時に、錦野さんを75歳までスターでいさせると意気込んでいたそうです。二人の間には子供はいませんが、業界でも有名なおしどり夫婦の二人。しかし金銭管理は別々なのだそうで、就活を始めた時に各々の遺産のリストを作って、何かあっても困らないようにしているそうです。お互い孤独死にならないように、早めに老人ホームに入りたい錦野さんは、すでに、めぼしい施設を見つけていて、その二人分の費用はなんと、3億円近くにもなるのだとか。さらには、その費用も力丸さんと共に、ナンバーズで賄おうと頑張っているそうです。最近は、テレビで拝見することはないですが、営業活動に励んでらっしゃるそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？錦野明さん。度重なるトラブルに見舞われても、何度も復活したのは、元来のスターとしての資質だけでなく、周りの仲間たちや、それ以上に、素晴らしい二人の妻の存在が、
大きかったのではないでしょうか。また、活躍する姿を拝見できる日を楽しみに、応援していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。